決戦投票まで高橋さんの方で織り込んでいったのが痛いですね。全部吐き出すね。この2日の上昇分が肉平均。確かケシーの時もそうじゃなかったっけ。で、消したショックみたいな感じになったでしょ。で、一過性でまたすぐに上がってきたじゃん。ちょっとね、慎重に見ていきたいとこっすよ。法人税アップ、金融所得課税アップ、最後の締め付けに、消費税 15% だ。いや、もうそんな意味わからんことやったら、もうマジで俺、もう日本から出てくわ。出国税払って。皆さんこんばんは。9月の27日、夜の10時、ライブ配信やっていきましょう。緊急事態。意味がわからん。ほんまに。日経平均先物暴落してて1700円安でしょ。で、ドル円も142円まで円高加速。石破ショックというところで、まあ石破さんがね、総裁になりましたと。高市さんじゃなくて。で、それを機に、まあマーケットが失業的な売りを先物仕掛けで入ってるんですけど、週明けどうなるかだよね。まあ今晩米国株動いて土日どうなるかってところもやっぱ重要だからさ、あれなんだけどさ。いやー、今日ね、めちゃめちゃ日経平均900円上がったんだけどね。まあ2日分の上昇分が全部吐き出されて、今先物下がってるような感じですわ。たまったもんじゃないよねこれね。あれなんか石破さん人気ないんちゃうのみたいなね。こんな感じだったんですけど、はい。まあ、200日ラインぐらいまで一回落ちてるような形で、2日分の上昇が、ま、帳消しにされてるような形ですよね。うん。だねー。これがねー、警戒していた下落に なるのかどうかだよねー。いや、もう、バッチュね、抜けてて、この PR16 倍の日経平均の理論株価かな、39,500 円だったんだけど、そこを若干抜けて終わってるわけじゃないですか。で、ドル建ての日経平均も270ドルを超えて、あ、海外投資家買ってきてくれたら嬉しいな、ワンチャンみたいな感じで思った矢先ですよ、これが。はい。ちょっと、あれだよね、暴落は3日ま、まあ、急落は3日までだね。うん。はい。とんでもないよ、あってね、こまめさんね。これはね、本当にね、はい。小泉さんに向かせた票が石破さんの方に流れてったんかな。何経済優先してほしいですって。まあね、経済優先せずしてやっぱし成長はないとは思うので、そこあたりはやっぱその総裁になる前は言ってたけれども、いろいろとなってからでやっぱしまたね、いろいろと変わってくるところもあるのと思うので、そこにちょっと期待したいところはあるよね。はい。何抜けたって思ったのに、デリエーターさんほんまですよ。でドル円がね、円高爆進中でしょ。円高株安なんで、142円の60銭台まで円高来ちゃってるのも痛いっすよね。でも毎回言ってる通り、日経平均とドル円連動してるので、円高株安、円安株安、株高トレンドだったから、まあ、でもピンチはチャンスなんで、また安く買うチャンスだと思ったら、買えるチャンスだと思ったら、まあそれまでなんですけどね。って感じだよね。選挙の時の自分のことしか考えていない保身議員だらけでしたねって。本当に、どうないしましょうか、来週みたいな。そんな感じですよ。ただ、そうは言っても、米国株は強いんだよね。ニューヨークダウであったりとか、ナスダックとか、ソックス指数であったり上がってるし、ビキ指数も 15.3 で、まだその低調じゃないですか。キッシーの時もそうだったけど、一瞬のね、下げであってほしいよね、っていうところかな。利確の手は若干入れてるとは言っても、せっかくね、いい調子でここまで来てたのにねって感じでね。あれだよね、みんなもね。上げ相場来るイメージがないがって、上げてほしいけどね。いや、一番最悪のケースになってくれたら困りますけどね。9月、10月、頭高値でっていうところで、落下、超絶落下シナリオから、一点、変な動きになるとか、日本株が。はい。一気にマイナス2000の仕掛けた期間がすごいって、先物2000下げたもんね。結果出てきてから、結果っていうかもう、バーンって一気に下がってきて、何が起こったと思って、見てみたら、ああそういうことね、納得しちゃったよね。はい。このチャンネルは翔さんに直接許可公認をいただいて運営しています。テロップや中間解説でこのチャンネル独自の付加価値も提供しながら、翔さんのファンコミュニティとしても成り立っています。皆様のトレードのお役に立てれば幸いです。よろしくお願いします。やっぱ日本株の出番が来るかもと思ったのに残念ってね。AM さん間違いないっすね、そこあたりはね。やっとね、日本株のターンが来てくれるんから4万円目前まで来たのになーっていうところで、まあ余計なチャチャ入れられて、PR16 倍のラインで頭取ってこういった軌道になるのか。今んとここうだからね。3万7000、3万8000ぐらいでしょ。こうなってるんでしょ、先物が。で、どう動いてくるかだよね。月曜日で含み益は全部なくなります。辛すぎますと。月曜日で含み益は全部なくなる。あ、余裕のないポジションなのかな。
どうなんだろう、そこあたりは。うん。影王さん、お衣装祭り嫌ですねって。お衣装祭り。なんでお衣装になるのかな、びっくりビックスですって。間違いない。ケンさんで EPS って。うん。やっぱし PR のラインは重要ですねって。ニコさん、PR のラインは重要ですよね。PR16 倍の日経平均の理論化とか、まあ、すごい意識したんで、まあ、行ってそこまでかなと思ったところから今日抜けてやったと思った先に、この動き方でしょう。はい。確かに石破当選、石破氏当選のタイミングですが、為替動きに敏感になって信用投げ売りが早めに入ったのではと期待していますと、あ、PTS 経由とかともひっくるめてってことですか？ PTS ってもう幅広い銘柄がやっぱ下がってますからね、投げ売りでね。うん、時間外で。やばいっすよね、本当に。はい。決戦投票まで高橋さんムードで織り込んでいったのが痛いですねって、全部吐き出すね、織り込んでた分が。この2日の上昇分が日経平均。もう全部なくなって3万8000円逆戻り。もう2000円。1800円なんで下がってんのって、もうそんな感じだよ。あ、ちなみに明日14時にみんな動画を公開するので、マーケットの最終の解説動画ですね。今晩の米国株の動きを受けて、まあ日本株のあの解説動画を出しますよ。明日のお昼の2時に。それ必ず皆さん見とってくださいね。あと分析してほしい銘柄があったら、銘柄コードと銘柄名をチャットの方に入れてってもらえると嬉しいです。一応アンケートもしとっか。今日ね、すっごいやりたかったんだけどね。まあ一応目先だけね。日経平均これから上がると、もう一時的に下げですぐに切り返すと思うっていうところのアンケート、今皆さんの方にアンケート飛ばしたので回答してってもらえると嬉しいです。日経平均今後どうなるっていうアンケート飛ばしてるんで、増税利上げ路線進むなら長期で下げそうって。増税できるの、金融所得化だって。今日経平均先物ドカンと下がってるんじゃん。これ見て石破さんとかってやっぱし やべえなって思ってるはずだからね。さすがに無視はできないから、日経平均日本の株式市場を。でそれ見てすぐにやっぱその金融所得課税のところとか言及してくるかっていうと、そうはならないと思うんだけどね。普通に考えて今それやったらやばいっていうのは多分分かってると思うんで、一旦そのコメントとかも、ほら、ちょっとそういった意味では言ってんじゃないよみたいな感じで言い直したりした時もあったじゃないですか。なので、そこあたりちゃんと考えてくれると思うんだけどね。あと、分析してほしい銘柄があったら、皆さん、銘柄コードと銘柄名をチャットの方に入れてってください。よろしくお願いします。石破さんは防衛だけやってくれたらいいのに。新しい風がね、入ってきてくれたらなっていう期待あったんだけどね。はい。私は蘇さんおっしゃった2018年気にしてますよって、よってキャッシュ買って、僕も一部は知ってはいるけ、売ってはいるけれども、調整は。それでもだよね。それでもやっぱこの下げ、結構今の日経平均の下げきついって思ってる人、特に、今日買ってる人とかもやっぱしおるからね。コメントを見る限りでは。X のコメントで、今日買ったのにやってしまったみたいなね。そんなコメントがあったりしたんですよ。そういった人からしたら相当きついからね。レーザーテック配当月はないので、これから上昇基調になるんでしょうかって。レーザーテックは、高値から半年経過してからじゃないと本格的な上昇にはならないのかなっていう感じがしてるので、個人的にはですね。だからそこ意識ですね。2018の通りに本当になってしまいそうですね。やだよ、超絶楽観論になってほしいじゃん。せっかくみんないい感じでね、利益取れてきてるのに、イタランチャチャがマーケットに入ってから超絶楽観シナリオで上がってほしいですよ。一時的な調整で、じゃないとやっぱしみんな損し、含み損を抱える人がまた増えちゃうので、それって嬉しくないから、嬉しくないから、やっぱしね、あれだよね、上がってほしいよね、マーケットはね。で、日経平均今後どうなるアンケートやりました。はい。下落再開 51%。これね、一番最悪なパターンですよ。2018年相場の想定していた最悪パターンで、下がってくる再開っていうのが 51% で、一時的な調整と思ってる人が 31%、わからないと思ってる人が 18% って感じですわ。なので、まあ、全体がこういった結果になってるので、で、まあ、そこあたりちょっと参考にしてみてください。ここあたりちょっとね、当てっこ感はあるんだけどね。だけどみんなのその個人投資家、うちのチャンネルで集まってる人たちの直近の今日のセンチメントはこういった状態だよってところ、まあ一つ参考にしてもらえたらなっていうふうには思います。皆さんご協力いただきましてありがとうございました。みんなチャンネル登録と高評価ボタン、このタイミングでよろしくお願いしますね。レーザーテック PTS 大暴落って、そうなん？レーザーテック PTS 大暴落してるの？俺ちょっと見てなかった。レーザーテック興味ないからやってないんだよ今。まあ、半年経過するまでは、行ったり来たりの相場なんかなーって、決めつけてっていうか、予想しながらやってるんで、ちょっと待って、レーザーテック PTS 暴落してんの？6920やったっけ？
しばらく触れてないが銘柄コード忘れてきてるね。止まって今見る。やだなー。 ETS 6.23% 下がってるのが 24,600円ということで、今日の上昇分全部吐き出すわけではないんだけど 8% 上がってるから下の方に突っ込んできてるね。なになに、ヤンズママさん、引け前に 22,000 円台のレーザー折り隠して、早まったかなと思ってたけど結果打ててよかったなと思ってしまった。せっかく半導体株が復活かと思ったのに辛いなって。辛いっすね本当にね。半導もう全みんな思ってる通りだと思うんですけどね、そこあたりに関してはね。やだよ、せっかくさ資産も今年最高更新してから今日もめちゃめちゃ儲かったなと思ったら今日の利益分全部なくなるでしょてか倍返し来るんでしょ、意味がわからん。900円上がって翌日今先物1800円で倍返してやられるとかって意味わからんで、この相場ほんまに意味がわからん。はいはい、レーザーそれくらいならマシでしょうって。まあね、今日 8% 上がってるからね。でも寄ってからズル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 下がっていくかどう、下がっていくこともあるので、やっぱし見てから寄り付き後の板の気配とか見とかないとあかんよねって感じですよね。社畜 B さん、また安く買えて嬉しいって。それはね、それはある。一部僕もキャッシュに戻してるので、なので、そこの部分に関しては、安いところまた買えるって思えるところだから、買っていきたいところであるんだけど、ジパングさん、倍返しって、倍返しだよ。900円上がって1800円下がるとか、こんな乱高下やめてほしい。まあ、ワンチャンね、アメリカ今晩、結果良くて、まあ、引けにかけてから日経先物の下げ幅が縮小みたいな感じになってくれたら嬉しいんだけどさ。はい。みんな PTS 結構下げ下げやんって、投げ売りが入ってる PTS。みんな慌てふためいて売ったって感じだよね。PTS とかね、バカスカバカスカ売ってますよね。はい。毎月ブラックなんで含みの日経なんて、NISA で投資初心者さんなんて閉店するに決まってますよ。投資煽っておいた自民党政権の信用問題になると思いますよって、まあね。まあね。いや、もう、金融所得課税なんて、もう引き上げるなんて、金融所得課税をね。そんなん言っちゃうね、やっぱし投資家嫌うからね。みんな逃げるよね、そりゃ。そこあたりのところはやっぱしもう、引っ込めていかないと、マーケットに寄り添うような形になっていかないと、ほんまやばいよね。IHI も三菱もトヨタも PTS 下げ下げやんって。IHI も下がってんの、三菱重工も。そうなんだ。強かったんだけどね。7011でしょ、重工。上昇方向にバンドオークだったんだけど、日足が上の青のラインから剥がれ落ちてバンドオーク終了ならば、一旦ボリンジャーバンドの中央線25日ラインまでの軌道修正が入りやすいので、そこ意識。で、7013が IHI なんだけど、ここもバンドオークだったんだよね。だけど、ここはね、フィボナッチのレッドゾーンなんですよ、もう。8000円近辺なので。要は、ここの高値安値の。このあたりはね、一部利益確定よりなり、なんなりしてていいところなのかなっていう感じはするんで。まあ、大体いいところまで上がってはいたんだけどね。なんかのきっかけでは、また下げて、一旦下げたりするんかなと思ってたけど、それがまさかこんな形で来るかって感じだよね。はい。石破株主体年齢向いてるよ。栗田だから。栗田だから地方に強い方ではありますよね。はい。僕のばあちゃんも知ってるので、知り合いなんで、直接面会した、話したこともあるんでね。そこまで知ってるんですけど、やっぱ強いっていうのは、あれだよね。もうちょっとマーケットリーにとりあえずなってほしい。なってもらわないと困るっていうところや。ほんまに。電柱さん2018年相場に似てきたかもって、似てきてほしくない。本当にもう。やめてよ。一番最悪のケースに該当してくれるかどうかっすよ、もう。PR16 倍まで上がって、2018年相場みたいに、ここで天井つけて、要はその9月末、10月頭取って、下げ始める、2018年相場。ワンチャンあるかなっていうところで、これはなしやで、ほんまに。この大どんでん返しっていうか、2018年の9月、10月、ここで配当中後頭取って下がってるんですけど、で、そこからまあボックス相場になってから、その後急落してんだけどね。年末アメリカ利上げみたいな決定みたいな。ニュース出たかな。これメインでやっててワンチャン上来るかってところでこれ来るかって感じだよねこの下げかって円高爆速でいやきつー、メンタル強者が勝つ相場って。そうだね、メンタル強者が勝つ相場っすね、はっきり言ってね。でもやっぱし高値掴んでない人じゃないとダメだよね。一時的でしょうって、一時的であってほしいけどね。その後はもうすぐに回復みたいな感じで、キッシーの時みたいに瞬間下げてから、また時も確かキッシーになった時に下げてからすぐにまた上がってきたから、そういった形になってくれたら嬉しいよね。そういった形になってきてくれたらブラックフライデーやんかっていう
先物がブラックフライデーなんですよね。うん。現物なら心配ないって。まあね、現物ならね、でも信用取引でやってる人ってめちゃめちゃ多いから、そこはきつい。配当金を20年近くもらい続けてますが、結局は何もしないのがきちい。あ、まあ、基本的にはそういったやり方も強いからね。うん。20年っていう期間ならば、シベリアハスキーさんみたいに、もし配当金もらい続けたらやっぱ強いから、はい。強いから、だからその、72の法則でもう、元本回収できてるっていう状況ですよね。はい。先物がブラックフライデーは笑うって。うん、やばいよ。やばいよ、先物の下落が。さっき2000、マックスで2200円ぐらいまで下がってなかったっけ？実際確か2150、60円ぐらい。僕が見たときはそんぐらいだったんですけど、で、現状は、日経先物が1750円爆下げしてるからね。爆下げ。意味わからない、ほんまに。この動き方は。うん。人気ないって噂やったやん。高市さんかな？から、ほぼほぼみたいな感じで、思ってたところから、あれ何やったのみたいな感じだったよ。あれね。金融所得課税 20% でも高すぎると感じてるのに上げるなんて信じられない。いや、高くはないよ。安いよ。金融所得課税 20% は。だって、ほら、超軽い新課税でしょ？マックス半分もら、持ってかれるからね。所得税、住民税であったりとか、まあ、事業してる人やったら消費税も払わなあかんし、はい。半分持ってかれるのに 20% しか払わなくていいっていうのは、かなり安いっすけどね。うん。一回ね、あれですよ。自分の所得が、そういった水準まで上がったら 20% ってのがどれだけ安いかって多分分かってくると思う。感じるんだと思うんですよ。そういった時じゃないと。実感開かないと思うんですよ。うん。20% は相当安いから。安いよ。まあ、他国ではまあ無税のところもあるのかな？ あるかもしんないけど。でもね、20% は優位だよね。うん。だってほら、法人税とかもさ、結局さ、消費税とかも入れても45とか半分ぐらい持ってかれるわけ、40% ぐらい持ってかれるわけじゃないですか。45% ぐらいか。全然安いと思うんですけどね。昔は 10% だったのにって。まあ、それはしゃあないね。昔と比べるとね。うん。39,500 円あたりで利確するのが正解でしたね。調査のおかげで月曜日ノーダメージでいけそうですって。あれ、ノーダメージじゃないよ、僕は。売ってないやつもあるもん。長期の株とかはもう持ち越し状態なので。まあ、配当金入ってくるからね。でも結構資産増えたんだよ。配当金込み込みで。そこが残っ、今回、もし月曜日下がった段階で、いや、一部売ってる銘柄もあるんで、で、オン株化したよっていうのも言ってた、昨日も言ってたりしてたんで、そこあたりはいいんだけど、他のところがどうなるかだよね。一部調整とかも入れたし、入れてはいるけれども、っていうところ。うん。足だけならいいけど、損することもあるからなって。まあね、まあね。秋ポンズさんちゃんと止まらない。なんて日だってもう意味がわからない日です。ほんまにもうふざけんなって日ですよね。本当にもうそれしかない。なんで900円上がってから1800円下がんねん、日経先物ね。うん、はい。働いてもがっぷり税金取られるから株では少ない税でお願いしたいんですねって。どういうこと、どういうこと。うん、 20% だからね。 20% は低いよね。税率言ったらめっちゃ低いと思いますよ。はい。モッチーさん、私も配当目当てで株やってるからって。あ、全然いいと思う。僕も配当のポジション持ってるし、短期と長期分けてしっかりと投資してるから、はい。長期のポジションなんて安く買えてるもんは多少下がったとしても無視だよ。また安くなったら買おうみたいな感じなんで、そこはね別に焦る必要はないと思います。もうただし目先短期で信用でガチャガチャしてる人であったりとか、うん、で今日例えばもっと上がるだろう、上値抜けたからってところで買っちゃった人とかは月曜日しんどいよねっていう、そういった状態ですよね。余裕さん、法人税アップ、金融所得課税アップ、最後の締めに消費税 15% がアップが本気。いや、もうそんな意味わからんことやったら、もうマジでもう切れるで。マジで俺もう日本から出てくわ。出国税払ってもいる意味ねえもん。そんなんやるんやったら調査焦るレベルの相場やばいですね。いや、そんなに焦ってない、実際問題。うん、まあ下がるときは下がるんだろうなって思って。で、2018年相場のパターンも頭の中にちゃんと入れてたんで、想定外ではないんで、あーなっちゃったみたいな感じです。なっちゃったみたいな感じですね。はい。なので別に焦ってはいないですね。これが全くその想定していない下げならばね、もう慌てふためいて焦るとは思うんですけど、別にそういった状況じゃないから、前からみんな言ってた一つの最悪のパターンですよね。2018年相場で9月10月頭ぐらいに頭取って下がってくる可能性、それに関してはもうずっと言ってたと思うんですけど、それちゃんと頭の中入れてやったんで想定内です一応。ただしやっぱしとは言っても持ち越してるので含み益減るのは嫌だなってところですよね。放置しないかなって。そうだ、米国株オープンだ。ニューヨークダウは上昇、100ドル高。はい、100ドル高ですわ、ニューヨークダウは。で、ソックス指数は小幅安。で、
S&P500 は 0.2% 上昇。アメリカ強いね。で、ナスダック 0.15% 下げ。で、ビッグスイスは 15.3 で低下中。アメリカの方のヘッジは入ってない。ま、MACD まだゴールデンクロス組みそうになってないからね。で、WTI 現は67ドル台下落中。はい。アメリカ株は今こんな感じ。アメリカ強いんだよ。日本だけなんだよ、こんな暴落してんの意味わからん。中国株上がって、欧州株上がって。アメ株も今現在進行形で上がってて、なんで日経平均先物だけがこんだけ下がってんだっていう、そういった感じですよね。アメリカはちなみにね、GP バイアス上昇なんで、バリュー株よりもグロース株方向に優位です。優位差出てます。権威重要さん、おかげさまで PR16 倍ラインを意識したので小さめの気がですね、小さめです。ここまで、その、ダイレクトにドカンみたいな感じではないので、まだそこはいいところかな。安くなったらまた買うしね、どうせ。タイミング見て。組み上げも全然あるので、こんな日経平均が、こっからね、例えば 20% とか、そんな暴落が来るっていうんやったら、ちょっと話は変わるんですけど、そこまでないようだったら、多分大丈夫だと思うんだよ。まあ、安いところで買ってる銘柄が大半なんで、そもそも、まあ、指数下がってもあんま下がらないって形になるかもしれないけど、でもな、含み益ヘッド少ないんだよ、本当にもう、せっかくまた資産最高を超えたんやね。3日天国、来週地獄、意味がわからん。来週以降絶好の会話やんなーって、出会ってほしいよね、テリポコさんね。ただ日本の絶望感って、まだ時期は悪いからね、売りは増えてるけど、だからここで売りが爆増して、すぐに V 字回復みたいな感じになってくれたら一番最高なんですけどね。円高止まらないから先物まだ下げそうですねって、円高止まらないんですよ。そう。若干ね、若干円安の方に戻ってるよ。142円の前半ぐらいで動いてたのが今70銭台まで、ね、戻ってきてるんで、はい、あれなんだけど、で、下がってるセクターが、生活必需品と、情報通信業だけ。で、その他のセクターは上昇ね。で、一旦上がってるのがエネルギーセクター。意外にね。経営が若干戻ってるかな。で、ユーティリティとか不動産セクターとか、まあ、ここあたり上がってるけど、横横基本は。やっと損失が戻りそうだったのにって。ねー。やっとねー。みんなね、いい感じになってきてるんだろうにね。余計な下落はいらないっすよね、本当に。ローバー売りはしないようにしましょうって。そうですね。しっかりとその、バリエーションを見るようにしておきましょう。本当に安いとこで買えたって、その銘柄がいい銘柄だっていう場合は、株価は業績に必ずやっぱ修練されていくので、バリエーション必ず見とってください。特に PBR。PBR ですね。PBR の、推移。そこを見て、すごい安いところで買えてるっていうことならば、ね、やっぱさ、持ち越していいと思うし。あとは、高配当銘柄とか安いところで買ってるんやったら、下がってきたらまた買えるからね。そこあたりはね、やっぱその、なんていうのかな、冷静な判断をっていうところは言いたいところですね。確か、キッシーの時もそうじゃなかったっけ？なってから、一旦下がったでしょ？で、そこからまた、しばらくしてから確か戻してきたと思うんだけど、いつやったっけ？あれって。あの時もやっぱし評判悪かったじゃん。で、岸田ショックみたいな感じになったでしょ。で、一過性でまたすぐに上がってきたじゃん。なので、ちょっとね、慎重に見ていきたいとこっすよね。何番やったっけな。電柱さん、シャープ8、シャープ12、シャープ14がおすすめ。あとはテンプレ147。そうだね。2021年10月、ありがとう。2021年10月だって。あの時も同じような感じだったよ。2021年10月。あの時もドカーンで一回下がったじゃん。じゃーん。そっから上がってったから。上がってったのが1週間連続ついたんか、この時。騎士、軍玉さん騎士と同じパターンかなんて、そう、でもこの時も急落、この時で合ってんだよね。2021年の10月だよね。この時もほら10月バーンって下がってから、そっから上がってったやん。こういった動きは入ってきてほしいとこでありますよね。馬も犬も大好きさんさん、防衛関連すら落ちてるって、心がヤバさを露呈してるかと。防衛関連が下がってる。IHI とか重工とかあそこあたり、だってあそこあたりは、そもそものところ、相当上がりきすぎてるところあったんで、いつその、下落が入るかどうかっていうレベルのところだったじゃないですか。だから別にあれは、そもそもなんかその理由探してる人多かったんじゃない、売る理由探してる人多いんじゃないかなっていうレベルだと思いますけどね。 IHI とか重工であったり、あそこあたりの銘柄に関しては IHI とかボトムから3倍になってるし、重工とかなんてものすごい上がって何倍にもなってるし、重工も、なのであそこは別にそのまた違うような感じするんですけどね。はい、こうなってしまったらしょうがない、明るく行こうぜって、よう明るく行こうぜみんなで。
はい。みんなで明るく聞きましょう。うん。一週間の下げは持たないよって。うん。だからね、この時も、確かその、連続して下がっ、すぐには切り返さなかったんだよね。ただ下げたところでは、買いだったんで、はい。買いだったんで、冷静に冷静に下がったとしても判断していきましょうよ、みんなで。タイミング見て。米国株は強いんでね。意味がわからんぐらい。はい。次の暴落はうまく拾いたいって、うん、そうっすね。はい。暴落はね、ピンチはチャンスなんで、ピンチはチャンスなんで、だってファンダ見ても、そうじゃ、アメリカ、中国、欧州強いんだよ、今。ニューヨークダウンは上げてきてる、上げて、今の段階今上げてるでしょ。朝どうなるかわかんないけど、中国株、深セン総合指数、中国版のナラスタック 6.7% 爆上げだよ。上海総合指数、2.88% 急進。香港ハンセンは 3.5% ぶっ飛んで上がってる。で、欧州、ユーロ圏、上昇。ドイツ、ダックス、上げ上げ。高値取ってきてます。ビットコイン937万ぐらいは、まあ若干下がってるとは言っても、まあ上がってきてると。全体見たら上がってるんですよ。で、ここだけはいいんですよ。まあ、今日強かったけど、ここだけ今先物こんな感じになってるだけでしょ。全体見ると、株式市場強いんですよ。中国すごいなって。中国関連銘柄やばいよね。僕もその中国関連銘柄3銘柄持って、3銘柄4銘柄ぐらい持ってるんですけど、2銘柄今日 5-6% 上げとったもんね。残りはちょっと薄いとこ、中国関連で言っても少し薄いところなんで、2%、1%、2%ぐらい上がってたんだけど、確か。何パーやったっけ？中国関連銘柄爆上げやばいっすよね。持ってるやつも上がってる。うん。半導体株もね、強かったんだけどね。また買いのチャンスですね。で、そうですね、ヒロトさんね。また、買いのチャンスが来たと思ったらいいんですよ。あとは、投げられてるところを買いに行くっていう、そういったところかな。うん。感じはするけど。習近平氏はどんな不動産対策したんだろうって、すごいね。でね、景気刺激策発表してから V 字回復で中国関連銘柄とか爆上げだもんね。ユウさん、資生堂の爆上げも終了ですかねって。資生堂は4000円回復してますもん。だもん、確かね。資生堂もやばかったよね。資生堂とかダイキンとか、あとはその、そうですね。おっしゃる通り。バタッコエイドさん、あとはその、ピジョンとかも上がったし、確か。あそこ、医薬品関連は、まあ、戻り基調であっては、うん。はい。ファナックもって、まあ、あと売上比率中国高いところとかもさ、まあ、東京エレクトロンとかも直近戻してたわけじゃないですか。なんだけど、っていうとこだよね。マックス3000マイナスやなって。そこまで下がってほしくないな。だってあの時は、もうダメだっていう状況だったじゃないですか。もうこれ以上は無理って、ギブアップってなって4700円の暴落でしょ ?3 日目に。毎日、バカすかさ、1000円、2000円下がって、最後4700円の急落じゃないですか。ここは、だってもう信用で買った人たちが、もう全部もう投げてった状態だった。あの時も本当パニックそばだったからね。最後の最後でもうギブアップっていうところで、まだ大丈夫、もうダメだ、バーンでしょ。今回まだ始まったばっかしなので、それ考えるならば、まだ大丈夫っていうレベルだと思うんですよ。個人投資家からすると。まあ、直近、今日4万円ぐらいも上がったから、余裕はまだあると。損もあんま抱えてない。一発下がったぐらいだったら、まだ大丈夫。もうダメだ、バーンだと思うんですよ。もし、なるとするならば。なので、それ考えると、もう本格的な投げ売りってのはまだ1700円800円下がったぐらいだったらまだなのかなっていう感じがするけどね。うん、はい。キャンが乗っかってきて売り仕掛けたらあり得る。改ざん多いからないことはないと思うがって。まあね、 100% ゼロっていうことはないので、さすがに一応ね、売りの最終局面っていうのがあれだからね。うん、はい。うん、石破さんになっただけでまだ何も起きてないよって。うん、まだ何も起きてないからね。まだ何か本格的に決まったわけじゃなくて、要はその、まあ結果を受けてからね、高市さんの方にベットしてた人が逆行っちゃったんで、それのその、リバース的な動きは、まあ、逆回転が起こってるだけじゃないですか。なんで、まだ何も始まってないんですよ。総裁になってから石破さんが。で、ここからなんで、ここから政策はやっぱし、その、ね、今まで通り、地方に向けてなのか、もう少しやっぱし、マーケットフレンドリーになってくるのか、やっぱ立場が変われば考えも変わるからね、人はね。さすがに総裁っていう立場で、マーケットをおろそかにってことはないと思うから、そこはやっぱしまた変わるとは思いますよ。おそらく変わってもらわないで困るんだけど、はい、もうすぐに戻ってきてほしいっすよね。リンダさん、MG は確かに土日でグッドニュースあるかもですねってあってほしいっすけどね。うん、まあ、信用買いが一掃されて4万を軽く超えられるようになりますよって。まあね、信用改ざんが大幅に整理されたらまた次の上昇に進むことができるので、で今ねマーケットの需給状況を見てもらうと、空売り算が7000億超えていて、信用の改ざん
算が4兆円割ってきてるわけじゃないですか。少しずつ売りが減って、上が売りが増えて買いが減ってきてるわけなんですよ、うん、はい、売りが増えて買いが増えてきてるんですよ。信用の空売りが増えて信用の買いが減ってきてるんですよ。で今回やっぱその直近上昇したんで信用買いが若干増えてるかどうかっていうのは次のデータ見ないと分かんないんですけど、今回下がることによってまた信用買いが整理されて、逆にこれから下がるだろうと思って空売りを仕掛けてくる人が多かった場合、ある一定のところまで下がったらショートカバーがまあ入ってくる可能性っていうのも十分考えられるわけですよね。なのでそういった風になってく、需給動向はそういった風になってきてくれるならば、また次の上昇への要はそのホップステップジャンプじゃないですけど一瞬のためになるのかなって思ったりするけどね。また空売り増えるって、だからほらこれから下がると思ってベットした人たちが信用の買いと逆なんで、もう石破さんだったら日経暴落だ、売りだ、空売りだ、バーンって仕掛けてからさ、そういった人が増えてくることなんて十分考えられるからね。それで空売りが一気に急増して需給的なそのボーナスステージになるための、機会を探りに行くとか、そんな形になってくれると一番嬉しいところですけどね。モッチンさん、それが最高のシナリオってね、それが最高のシナリオだよ。ただね、3度目の正直だったんで、今回ですね、3度目の正直ってわけでもないか、ドル建ての日経平均でいうと3度目の正直だったんで、ホップステップジャンプでね抜けてほしいなってところありましたけどね。細かく上がってほしいですね。上がってほしいね、ともかくね。はい。おっしゃる通りです。上がってほしい。上がってもらわないと、みんなの利益は増えないので。先物の売りは将来の買いですねって。そうですね。本当にもう業績が伴ってるとか、バリエーションが本当にもう割安だっていう銘柄に関しては、安いとこ買ってれば、あとは待つだけなんで、待つのも相場なんで、そういうところをやっていけばいいんじゃないかなっていうふうに思いますけど、僕はもう安いところしか買わないんでね、基本的に。あんま上追っていくとかってしないですから、性格的なところで。はい。土日で落ち着いてほしいですね。ある程度はですね、土日で落ち着いてほしいですよね。いろんなニュースがまた飛んできて、今日5番めちゃくちゃワクワクしたって鎌田のよしさん、それみんな思ってることです。はい。今日のこの900円の上昇を受けてめちゃめちゃワクワクした人は多かったんやと思う。すごい多かったと思いますよ、海外勢買ってきてほしいってね。海外勢買ってきてほしいですよね。日経2万円になったらレバレッジかけるかもしれないって、それはほんまに今の状況ではない。本当にもうリーマンショックとか、そういったレベルじゃない限りは。で、今回の急落って、実際それに該当するのかっていうと、なんか信用不安が起こってるとか、そんなわけじゃないじゃないですか。ただ単に石破さんが総裁になったっていうだけなんで、言うてることがやっぱしそのマーケットにフレンドリーじゃないというところで、こういったリアクションになっちゃってるんだけど、なっただけですよ。なんかそういった不安が起こって、なんかが弾け飛んだとか、そういった状況じゃないんだから、そこはまた違うのかなっていう感じはしますね。2万円とか行くようなそういったニュースではないよね。時はいろいろとその発言の中身とかは政策の方向性とかに関してはやっぱしって感じる人は多いとは思うけど、まだなっただけじゃないですか。それで日経平均がなんかリーマンショックみたいな形の動きはさすがにねならないんじゃないかなっていうふうに思いますけど。石破テレ東 WBAC に出てるって、ワールドビジネスサテライトに出てるって、出るでしょうね。出るでしょうね。出てるのか。確かにもう、総裁になったんやったら、一旦出てからやるでしょう。はい。福崎さん、気配値バーゲンセールと見てワンチャンなら信用ありかなって。板の気配見てるってことですよね。特徴的な、一旦下がってからすぐに切り返してくるなっていう、板の気配をしてるんだったら、ワンチャン回、瞬間的な上を目指してもいいかもしれないですね。こんな感じはするけど。先物のサーキットブレーカー初めて見ましたって。そっか。本前もぶっ飛んで下がってたけどね。今、1710円安。ニューヨークダウは強いよ。300ドル高。最高値更新中。今、後藤さんが石破に株価下がったこと聞いてるって。WBC で。ワールドビジネスサテライトで。どうなんだろうね。なんか昨日聞いた話してくれへんかな。株は上げてきますって。一言でもいいんで、そのために、経済の体温計なんで、はい。ここで力入れてやっていきますと。はい、地方のこともやる。こっちもやる。全部やるって言ってくれたら一言だけでもいいんでね。そしたらマーケット反応するんでね。はい。金融所得課税。今のこの現状で考えてません。生きてほしいけど。アイメイクしてみてほしい。石破さんに知ってるんじゃないですか。アイメイク。はい。ほんまに今このタイミングだよ。言うんだったら今だよ。言うんだったら今だよ。先物今、まだ動いてるんやね。朝なったらもう止まるんやね。言うんだったら今やって。WBC でしょ。もううってつけの経済番組じゃん。日経のさ。ここで言うんだよ。一言。言え。言うんだ。今言ったら、
先物が巻き戻されるほんまに。はい。野田さん、センスパチありがとう。今週儲かったスパッチャーって、今週実利111万でした。おめでとう。寝坊しまくりで全然トレードもできませんでしたかって。あ、それは、少し僕もあるところなんで。はい。本当に今だよ。今、総裁になったんじゃん。あんたがトップやって。トップなんだから、言うてええやん。気にするところはあるのかもしれへんけど、対外的なところ、国内じゃなくて国外にあるのかもしれないけど、あんたが今は総裁でトップやで。気にする必要ないやん。やれよ、今。言うんだ。はい、おばあちゃんもお世話になってるんですけど、はい、石破さんにはね、お世話になってるんですけど、ここで言ってほしいです。言ってください。お願いします。本当に。あ、もう。先に先物少し戻ってきたって。そうだね。うん。CFD 以外は1600円安だね。さっき1700円ぐらい下がってたけど、少しずつ戻ってきてる。はい、金融所得課税否定せず、なんで税金上げることを否定しないんですか。リスク取ってやってるんやね。それで、働いた時と一緒あったら、あんま変わらへんやね。トム・クルーズさん、ゲストメンバーいらっしゃい。はい、一緒に頑張っていきましょう。はい、ダメだ、ふわっとしたことしか言わない、うん、まあ分かってる、性格的なところでね、まずこの昔からね、経済番組であったりとか見させていただいてるので、やっぱし情がね、キリとこうズバッて感じじゃなくてから、適度にこうほんわかにっていうか、場を和ませるっていうか、そういった感じのやっぱしテンションですね。うん、まさに面白いですね。だってここじゃん、今じゃん、今言わないと、日経先物が暴落してる今この段階で褒められるのはあんただけなんですよって、石破さんだけなんですよっていうことなんですよね。あの話し方ってね、もうね、トップなんだから自信持って発言してほしいですけどね。方に寄り添う、まあ引きはいいっすけど、いやいいっすけどね、こっちいいっすけど、これでどうにかなるんやったらね、もう他の人がやってそうな感じするんだって。大事なんだけどね。僕もやっぱし地方だし、田舎出身だし、あるよ、わかるんだけど、石破さん何言ってるかわからんって悪いのよ、はっきり言わないっていうと言って話してほしい。ブレーンがおらんのかな。ズバって言ってくれる人がいてくれたら嬉しいんですけど、ね。安倍さんの時なんてね、やっぱし第一次安倍内閣が悲惨やったんで、そこから第二次になってからで、ズバ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 自分がやりたいこととかやってくれたんで動きましたけど、ね、多分もう経済がどうなったかっていうのは、まあ話は別としてねって感じだよね、感じです。というわけで、皆様ライブ配信これで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もう30分なんでね、終わろうか。で、まあ明日14時にお昼の最終的な今晩の米国株、日本株の動きを見た解説動画アップする予定なので、14時に皆さん集合でまたよろしくお願いします。全部出すんでね、今晩のアメリカの動きってどうなのか、日経先物の動き見てどうなのか、ドル円見てどうなのか、全体的な指標、そこの解説していきます。14時、お昼2時ですね。皆さんこのチャンネルにまた集合でよろしくお願いします。もう緊急事態なんでね、もう全部やっていこう。まあ、丁寧に丁寧に。お疲れ様でした。撤収。